おはようございます。朝の6時45分ぐらいですね。すごい気持ち涼しいですね。多分20度ぐらいしかないんじゃないかな。23度ぐらいかな。すごい気持ちいいです。今からウォールアートのあるエリアにちょっと見に行ってみようと思います。このフレンバンという街は昨日来た時ちょっと感じたんですけど、他のマレーシアの街と何かちょっと違う雰囲気あるんですね。で、街の中にキリスト教会なんかがあって、それがまあシンボル的に立ってるというような感じですね。この辺は銀行エリアですね。トキオマリーンなんていうのもありますね。ここかな。なるほど。やっぱ車は邪魔ですね。
Thank you.
ちょっと休憩します。夕飯でも食べようと思って外に出ました。今時刻は夕方の6時ですね。さっき雨降ったんでちょっと涼しくなった感じです。ここに貯水池があって、昨日から水汲んでますね。なんかケールはしばらく断水しているっていうニュースを見たんですけども、復旧したのかな。明日一応帰る予定なんですけど、断水復旧していることを願います。めっちゃマレーシアの国旗。さっき牛肉麺のお店行ったんですけど、そこのスタッフがあまり英語を喋れなくて、で、ごめんなさいって謝ってたんですけど、それはこっちがマレー語を話せなくて、100倍以上ごめんなさいって感じでしたね。これは去年行ったインドネシアでも同じことがあって、本当に申し訳ないですね。今学校終わったみたいで、めちゃくちゃ生徒が出てきてますね。さっき見てたら、多分バスの時間がギリギリな子がいて、思いっきりバスターミナルの方に走っていきました。やっぱ旅はいいですね。最後の晩餐はこれ買ってきました。ロッティなんとか、チキンが入ってます。あとチーズですね。で、これがケバブです。